片目が見えなくて、絶対にリベンジでもう一回両目で来たいって思ってたので、すごく嬉しいです。また韓国に戻ってこれて嬉しいです。韓国のファンの皆さん、私のことをずっと覚えててくれてありがとうございます。とっても嬉しいです。私も AKB48 で頑張ります。韓国の皆さんになかなか会える機会はないんですけれども、それでも何かファンの皆さんと一緒に、なんだろう、韓国のファンの皆さんも喜んでもらえるように頑張りたいなと思います。